元気が出る大チャンネル。大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。昨年からコロナで振り回されちゃってますよね。残念ながら沖縄のファンクラブの集いツアーなんですが、延期、まあ残念ながら1年目処が立たず、これから先もちょっとまだ不安な状態なので一度中止になりました。そして改めてまた良くなった時に皆さんと一緒にツアー行きましょうという企画の練り直しということにさせていただきました。まずはこの動画をご覧ください。どうぞ。今サインを書いています。じゃーん。かなさんとメンソーレ北川大輔、実を言いますと沖縄旅行が延期でそのままになっていたので、一度区切りをつけて中止にしました。改めてコロナが落ち着いたらまたみんなで企画していきたいと思ってるんですが、そこにじゃあこんな企画をしました。沖縄のスタッフの皆さんたくさんお世話になるんですが、残念ながら今回旅行が中止になってしまったので、少しでもお手伝いいただける皆さんに何か還元したいと思って企画をしました。その中のグッズの一つがこの北川大輔のサイン入れの、これはフォトケースを作ってるんですけれども、その中に入れる写真がこれなんですね。いろんなものがあります。グッズもたくさんあります。セットになってパックになってこれで販売いたします。詳しくは大ちゃんクラブお問い合わせください。そしてパイナップルも、美味しい名産の沖縄のパイナップルが、食べ頃のパイナップルが送料込みで、これも皆さんにお届けできると思います。沖縄本当は行きたかったんです。五木ひろしさんと約束をして沖縄でも幸せの隠れ場所を歌いますよというキャンペーンの話があったんですが、まあコロナということでちょっと残念な結果になっている代わり、何か沖縄の皆さんに還元できないかなと思ってこの企画をしています。よかったら皆さんご協力お願いします。以上です。改めてこれをご覧ください。今回ですね、残念ながら沖縄旅行行けなくなってしまい、でも現地のスタッフの皆さん、たくさんの皆さんに最初からいろいろお世話になって、何かこんなことで行けませんで終わってしまってなんか寂しいなと思ったので、少しでも還元ができたらいいなと思って現地の方とお話をしたら、じゃあ地元のものを送るので何かファンの皆さんに旅行に行ったつもりでお土産だけでも買ってもらえたら嬉しいかななんていう話だったんですね。なので北川大輔、今回皆さんにぜひ応援していただきたく、このような企画で動画を配信いたします。先ほどじゃーん、こちらこれにですねサインを書いてました。かなさんどメンソーレと書いてあります。これにサインをしましたね。でこれが出来上がったものがじゃーん、こちらなんですね。見えますかね。見えますかね。沖縄製、とても可愛らしいフォトフレームになってますが、ね、この中にこのような形でサインを入れた状態で写真が入っています。まずこれが一つ目。そして大ちゃんグッズいくつか作りました。こちらです。北川大輔、大好き北川の沖縄、ね、書いてあります。ハンドタオル、いいですね。フェイスタオルですね、使ってください。そしてじゃーん、可愛いポーチ、これも作りました。ぜひこれも使ってください。かわいいでしょ。いい色ですよね。そしてじゃーん、水筒です。見えますかね、水筒ね。これね、すごくいい水筒なんですよ。ロックがついててね、開けると一口で飲めるっていうね。こうやってね、こうね、はいね、お茶でもお湯でもね、いろいろ入れて飲んでください。はい、水筒です。そして今回ですね、いろんなものがあります。まずはこちら、紅芋タルト。沖縄の美味しい紅色をね、入ってます。紅色タルトです。そして、もうご存知、チンスコウ、ね。沖縄ならではですよね。湯気塩を使った宮古島の、ね、チンスコウです。美味しそうですね。パイナップルケーキプレミアム。美味しそうでしょ。これも入っています。今回美味しいもの、そしてね、記念になるものたくさん用意しましたのでね。あとこちら、ぶっかき黒糖。
やっぱり沖縄は黒糖ですよね。いいでしょ。そして極め付きはじゃーん、沖縄限定沖縄ソーキそばね、これです。カップラーメンです。マルちゃん製です。いいでしょ。これね、これはこのパックでしか手に入らない沖縄限定の商品です。ぜひこれを食べて、ソーキそば、本当はね、皆さんと一緒に旅行に行きながら途中でソーキそばでも食べたいなと思ってたんですが、ちょっと叶わぬ、今のところは叶わぬ夢なので、皆さんと一緒に楽しみながらこれ食べれたらいいなと思って用意させていただきました。そして大事なのはこれです。じゃーん、幸せの隠れ場所 CD。 五木ひろしさんと約束をして、全国47カ所全てでこの幸せの隠れ場所のキャンペーンをしますと言って、北海道から青森、秋田、山形、いろいろ歩いてきまして、北陸も行きました、山陰も行きました、四国も行きました、もういろんなとこ行きました、九州も行きました、最後47都道府県目が沖縄でくす玉を割る予定だったんですね。ところがこのくす玉があれよあれよという間に1年間割ることができずに今になってしまいました。そしてその場所でこの幸せのかける場所の全国制覇キャンペーンということでイベントをやる予定だったんですが、その時にお配りさせていただこうと思っていた CD、 北川大輔の幸せの隠れ場所 C タイプの CD ですね。これが今回のパッケージに含まれています。1万円という金額になっておりますが、たくさんの還元を沖縄の皆さんに届けられると思うと今からワクワクしています。送料は別になりますが、ぜひ皆さんご協力をお願いします。そしてもう一つ、この下の方を見てください。パインの販売もあります。とっても美味しい甘いパイナップルですね。沖縄応援セットと題しまして、パイナップルです。今こんにちは、見本が来てます。こんな感じです。開けてみましょうかね。よいしょ、すごい立派なパイナップル。見てこれ、スナックパインね、すごいでしょ。トゲトゲしい感じ、中とってももう甘い香りがすごくしてますけれどもね。そしてもう一つ、ピーチパイン、これも珍しいですね。高価なやつですよ、とっても、ね。これが3つのパターンに分かれておりまして、これが2つ、そしてこちらが2つ、そしてもう一つはこれとこれのセットになった状態、ともに5,000円になりますが、送料込みで現地から発送していただくということになっております。パイナップル、よかったら召し上がってください。ということで、今日は残念ながら行けなかった沖縄ツアーの応援グッズと題しまして、皆さんに応援していただこうというグッズを紹介いたしました。お問い合わせ、お申し込みお待ちしております。そして改めて沖縄ツアーもまた企画をする予定でおりますので、その時はぜひ皆さん参加してください。本日はありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。メンソーレー。この動画が良かったと思われる方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。